まだ夜も明けていないのに各ドローンのチェックを念入りに行っている理由は、夜が明けたばかりの魚たちの様子を観察したいと思っているからです。時間は非常に短く限られています。夜明けの一本勝負です。音の静かな DJI ミニ3プロで向かいます。間もなく大潮、満潮間近です。潮目に沿って植物プランクトンが赤い帯を作って、遊び場と呼ばれる岩礁帯に入っています。予想通り、朝まずめのひととき、魚たちが浮き上がっています。でも潮の流れが速い。大きなメジナたちもやってきました。空の雲が映り込んで見にくいですが、大きなクロダイやキビレもいるようです。それにしてもすごい数。よく見るとスズキの幼魚も混じっているようです。もう何百では聞かないかもしれません。圧巻の光景です。小魚を求めてアオリイカがやってきました。動かないでホバリングをしているだけで、これだけの生き物に会えるとは。朝まずめ、短い時間ですが本当にすごいです。流れに逆らってみんなパクパクとプランクトンを食べている様子がよくわかります。そこで今回はヨンダーバード4号で急いで岩礁帯の中を覗いてみようと思います。潮の流れが速いですが、なんとかたどり着いたようです。海底は綺麗な砂地が続き、アマモの仲間ホンダワラの仲間が繁茂している様子がわかります。おっと、潮の流れが速くなってきました。ようやく魚たちが見えてきました。前方にいるのはメバルでしょうか。もう岩礁帯です。メジナの群れに遭遇しました。臆病なのですぐ逃げてしまいます。いよいよ2号発進。時間の猶予はもうありません。急いでヨンダーバードアンダーウォーター2号がカタクチイワシの群れを突っ切って進んでいきます。前方に海藻地帯が見えてきました。今日は水が意外と澄んでいます。ケーブルを見るとかなり遠くまで行ったようです。また小魚の群れの下をくぐっていきます。ところがここでアクシデントが、なんと海藻がスラスターに詰まって動けなくなってしまったのです。残念、2号急遽場所を変え5号の出番です。ここは巨大なブリのナブラが立った場所です。水温はなんと27度。真夏と変わらない水温です。アマモが繁茂する上をメバルたちがやってきました。うわー、すごい数です。
これだけいればブリも来るはずです。今ちらっと見えましたが、ボラのお腹が大きいですね。卵を持っているようです。またメバルたちがやってきました。まるで夏の海を見ているようです。うわあ、このボラも大きいですね。水温が高くプランクトンが増えたせいで赤クラゲも元気です。触手は3メートルを超えています。一瞬ですが、アサマズメいかがでしたか？ではまた次回。